掛川市の木頭中学校で行われた救命救急講座には、運動部や文化部の部長など生徒16人が参加しました。生徒たちは地元 NPO 法人のメンバーから体の熱を逃がすために首や脇の下などを冷やすことや、濡れタオルなどで体を濡らしてからうちわで仰いで体を冷やす方法などを学びました。パタパタって仰い、そう、しっかり仰いでください。お、全然違う。あ、涼しい。めっちゃ涼しいです。今日やったことを部員のみんなにも話して、みんなにも少しでも覚えてもらったらいいなと思います。学校では今回学んだ知識を生徒たちに活用してほしいと話していました。